ないか。私たちは中央です。質問コーナー。2021年の目標は何ですか？幸せになる。だらしないところを直す。自立する。お互いに一番好きなお顔のパーツ発表してください。唇、目、目、眉毛、目、鼻。コロナが流行ってからの一番の思い出は何ですか？3人で宅飲みしたこと。年末年始何をして過ごしましたか？ダラダラ。家族でお出かけ。ゲーム。3人で挑戦したいことありますか？ YouTube 50万人は突破したいなと思う。頑張ります。イエイ。みんなが言われて一番嬉しい褒め言葉は何ですか？好き。かわいい。綺麗。好き。いいね。もしも明日世界が滅亡するってなったら最後に何しますか？どうしよう。いや普通にさ、現実的に考えたらさ、ゲームでしょってなってさ、普通に生活しそうなんだよ。分かる。確かに。そしたら本当に明日滅亡しちゃったみたいな。じゃあ本当に確定ですってなったら全財産使う。好きな人たちに会ってハグをする。めちゃめちゃ美味しいものをたくさん食べてからめっちゃ高いところ行って飛び降りる。自らってこと？こう羽ばたいてみたい。今後コラボしてみたい人はいますか？3人でコラボしたいのはクレマグさんです。あとは最近仲良くさせていただいているキョンクマさん、ジェニーちゃん、宝部さん、わきわにき、ゆいちゃん、マムナ先輩、いろんな方といろんなコラボしたりとかダンスをしたりとかして楽しい YouTube 撮りたいなって思ってます。なので今年もよろしくお願いします。お願いします。あと田中がちゃんとかふでこちゃんとかとまた一緒に踊りたいです。私はいつかヒカキンさんとコラボしてみたい。猫ちゃんたちを生で拝んでみたい。あとはいろんな YouTuber さんたちと鬼ごっことかして楽しく撮影したい。無人島に一人だけ連れて行くなら誰を連れて行く？チェゴメン以外でもらって。チェゴメン以外でも？無人島ね。あ、決まった。仲いい人だよね。いや、仲いい人じゃない。あ、違うんだ。宝部さん。なんで？元気だから。あ、元気。キョンさん、助けてくれそう。でも絶対マホトなんて行きたくないよ。私はお会いしたことも喋ったこともないんですけど、気まぐれクックさん。うちが魚釣ってくるから美味しく調理していただきたい。一番早く結婚しそうなのは誰ですか？せーの。3人の中で怒ったら一番怖いのは誰ですか？せーの。3人の中で一番頭いいのは？せーの。こちょこちょ誰が一番聞きますか？やだそういうの。せーの。1、2、3。これさ、終わり、終わりどうする？無理ってなったら7、8、9。無理中。ねえだ。はるかね、首が弱いんだよ。よーい、スタート。1、2、3。これみたいなポーズ考えてみてほしいです。おお、みんなで、あ、せーのでやってみる。せーの。これじゃん。これもおかしいよ。私こっちでしょ。恋してますか？してません。好きな人のタイプは何？大人な人。好きになった人がタイプ。人間的に大きい人。6時以降何も食べない。筋トレ。足パカ。自由のステップ&ステップ踊ってだって。君を誇るできるから。レッツゴー。ステップはステップ、私の幅で、はい、ステップはステップ、私だけのペースでゆっくり行っても、休んでみてもいい。ゆるく君はレッツゴー。スピンディーヨーサー。これだけはやりたくないこと。やりたくないこと。なんだけど。犯罪。怖。お魚をあの手で持ってくださいって言われた。やだ。うち火炙り。やめてよ。どういうこと？どういうこと？自分の性格を一言で。A B 型。わがまま。B 型。
まおちゃんは今でも現実と夢の狭間にいますか？もう最近は少なくなったけど、たまにある。はるかちゃんのエーペックス実況を見てみたい。今年はやります、ゲーム実況。自分の前世は何だと思いますか？自分の前世は中東系の地域に生息している王様の娘で、理由はなんか虎とか好きだし、なんかクジャクとか好きだし、なんか街中の風景とかもなんか中国っぽい、その大きな建物みたいな、こういう建物。ぶっちゃけ彼氏彼女は、せーの、いません。なにこれ、なにこれ、男子の中で一番お気に入りなの？あるよ。それあるよ。せーの、メイクミッション。次のコラボの服の発売などは考えてますか？あります。お楽しみに。髪色は変えるんですか？自分的には変えてほしくないです。有名になるまで変えません。チョアにしてほしいことありますか？最後の発表をお願いします。お願いします。1年後の自分に一言。おい、はるか、何してるの？はい、おい、まほ、遅刻はしてねえか？ちゃんと朝起きて出てるか？ママ、パパ、メンバーに怒られてねえか？頑張れ。おい、ことね、いつまで経っても初心は忘るべからず、今置かれてる状況に誇りを持ってそのまま突き進め。誰にも言ったことない秘密ある？中学校の時に喧嘩してる友達がいたんですよ、うん、で、私結構省かれてて一人だったんですね。今まで一緒にいたグループのみんなと、私一人でみんな楽しく廊下で喋ってるんですよ、うん、その子たちが携帯持ってきてることも知ってたの。一緒にいた時に持ってきてたから、うん、で、その時めっちゃムカついてたから、うん、内緒で先生って、あいつら持ってきてますよって言って座って、何もなかったかのように。それで魔法が作りましたっていう。じゃあその時の同級生がこれ見てたら、あれ作ったのあーちゃんだったんだってなるってこと。小学校のプールの時間でプールサイドに2列に並んで先生の話を立って聞いてたんですよ、うん、でその時に私すごいいたずらが好きな小学生だったから、しかもめっちゃ学年で一番怖い先生がスピーカーみたいなやつで話してたんで、うん、なんか退屈だなと思ってちょっとふざけてポンって書いて押したの。その子バシャッてひどいなんか、おいそこ何やったんだみたいな。一人でこうやってプールからしてくれて、で付き合ったんですよ。でもうちが数日後に友達に戻ろうって軽い感じで言ったんです、まあ、あるあるだよね、小学生は。そしたらなんかその次の日のお昼休み外に遊びに行こうとしたら自分の靴がなくたので、先生に言ってみんなで探してもらったら、その小6の男の子があったよって靴を見つけてくれたんで、あーよかったね。そう、掃除ロッカーの中にあったから明らかに隠されてるわけじゃん。これ誰がやったんだろうと思って、小3の時だからめっちゃ怖くて、で帰りの会みたいな時にはるかさんの上履きがなくなったんですけど、誰か隠した、いたずらした人いますかって言ったら、隣の席の男の子が見事で俺がやったんだよって言ったことです。怖っ、ゾッとする話。これやばいでしょ本当に。要するにあれだよ、付き合ってる男の子が隠してたってことでしょ。怖っ。その瞬間はるかの足ガタ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 、めっちゃ怖かった。今考えてるイベントとかあるんですか？あります。でもコロナの影響でみんなで会ってイベントっていうのは危険なので、今回はパクナというアプリを使ってライブ配信をすることが決まりました。イエーイ。しかもただのライブ配信じゃないんですよね。そうです。いつもは YouTube とかインスタとかで自分たちが配信してみんながそれにコメントするっていう形だったんですけど、今回はテゴプラスチョアでコラボ配信をします。イエーイ。よいしょ。でチェゴプラスチョア3人ずつで5分から10分ぐらいずつコラボ配信をするんですけど、見てくれてる数によって、まあ、5分から10分っていうのは変わると思うんですけど、はい、3人とチョアでコラボ配信っていうのは初なので、はい、めっちゃ楽しみです。めっちゃ嬉しい。
で、そこではるか白菜のアプリを使ったことがなかったから、うん、いろんな配信してる方見に行ったんですよ、うん、そしたら顔出し配信してる人だったりとか、うん、あと声だけで配信してる人もいて、あ、顔出さなくても配信できるんだ。そうそうそう、でなんか声だけで配信してる人が結構多かったので、最近さ声フェチの人とかも増えてきてる。あー確かに。だからなんかいい声の人が見つかるといいね。しかもライブに入った瞬間にチコさんこんにちはって言われたの。あー、よくラグとかでコメント読むの遅くなっちゃったりとか、誰が入ったとか見るの遅くなっちゃったりとかすることがないってことだよね。そうで、配信する時も、まあ、ビデオモードとかラジオモードとかあるので、今日は顔出して配信するとか、今日は声だけで配信するとか決められるみたいですね。あ、じゃあすっぴんとか寝起きの時とかはライブ配信とかで。そうそうそう、じゃあいいじゃん。他にはマルチ機能ゲストっていうので、うん、最大4人までコラボで配信することができるので、うん、最後はこのマルチゲスト機能っていうのを使ってみんなと話をしていくので、で気になる配信日についてを発表します。待ってました。配信は2回あります。はい、で配信日は2月5日夜の8時から9時の1時間です。おー、2回目は2月12日の夜8時から9時です。おー、結構先の方なので皆さん予約しておいてください。アプリも無料で見れるので、うん、コラボしなくても見に来るだけでも大丈夫、うん、みんなと話せる機会ができたので皆さん楽しみにお待ちください。はい、お待ちください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上ゼゴでした。バイバーイ。